こんにちは、フェルナンドの旅チャンネルにようこそ。5泊6日で神戸に行きました。これで3度目です。目的はマリオット系のホテルに泊まるためです。エリート会員継続のためで本末転倒の旅です。神戸の旅第1弾は2月7、8と神戸ベイシェラトンに泊まりました。第2弾は3月21日から25日で同じく神戸ベイシェラトンホテルです。この時の目玉は姫路城です。今回の第3弾も神戸ベイシェラトンホテルで、神戸観光パスポートを使って神戸の街を堪能しました。それではどうぞ。3月27日は名古屋から神戸に移動するだけです。今回も時間があるので近鉄急行で松阪方面に向かいます。難波まで金券ショップで1850円です。伊勢中川で上本町方面に乗り換えます。11時48分発なので約50分の待ち時間があります。接続時間を調べておいた方が良かったです。今回は我慢しきれず特急券を購入することにしました。いやー、1340円もしました。でもこれで待ち時間はありません。難波に到着し、帰りの切符を金券ショップで購入しておきます。3度目なのでもう慣れました。阪神電車にて魚崎で乗り換えて六甲アイランドです。そしてシェラトンに到着しました。ここに5泊します。今回の部屋は12階でした。エリート会員の特典であるラウンジを利用します。夕方、部屋から見る六甲アイランドの様子です。六甲ライナーがライトアップされています。買い物から帰ってホテルの正面から入ります。明日から利用する神戸観光スマートパスポートについて説明します。2日有効のプレミアムを購入しました。46の観光施設で使える超お得な観光クーポンです。2日でも全部を回りきれません。その46施設の一覧ですが、地域を絞って効率よく巡らないといけません。交通機関はついていません。このパスポートは前回来た時に兵庫旅クーポンで購入していました。28日は北野から神戸港を巡ります。パスポートで17施設を巡ろうというものです。地図ですと北から南に向かいます。その中でダルビッシュミュージアムに寄りました。29日は六甲山と有馬温泉です。須磨方面にまで足を伸ばしますが、ちょっと無理がありました。須磨は地図でも分かるように離れています。30日は大阪の梅田に行き、アンジェスの株主総会に参加しました。私、アンジェスの株主です。当時アンジェスはコロナワクチンの開発をしており、開発が成功すれば株価爆上げの予想でした。ところが開発を断念し、株価は当時の10分の1になってしまいました。資金繰りの悪化もあり、倒産の危機もあるとのことで総会に参加しました。
31日はスマウラ公園です。29日に行けなかったリベンジですが、なぜそうなったかは31日の YouTube で報告します。4月1日は帰るだけの日です。結局ここシェラトンには第1弾から数えると11泊しました。これで神戸にはしばらく来ることはないでしょう。六甲ライナーもお世話になりました。魚崎駅で阪神電車に乗り換え難波に向かいます。名古屋までの切符は金券ショップで購入済みです。特急に乗らなければこれが最安です。でも難波から名古屋まで4時間を覚悟しなければいけません。特急は乗り換えなしで名古屋まで行きますが、急行だと何回か乗り換えます。乗った列車は青山町止まりでした。次の電車を待ちます。伊勢中川に行きます。そして10時41分の名古屋行き急行です。今回のホテルの支払いは全国旅行支援もあり、5泊でなんと51,136円です。第2弾の時は4泊で38,182円でした。お得に泊まれたとは言っても無駄な出費だったでしょうか。ちなみに第1弾は2泊で18,057円でした。計画の段階では神戸ベイシェラトンホテルがマリオット系のホテルの中で最安値でした。泊数を稼ぐ旅なのでなるべく安いところにした結果です。エリート会員継続のための宿泊数はどうなったかというと46泊となり、プラチナ会員まであと少しというところまで来ました。おまけにですが1日2000円のクーポンも大きかったです。いかがでしたか。旅は永遠に続きます。次回は北野から神戸港を歩きます。ご視聴ありがとうございました。